幸せになろうと望まなければ幸せになることはありえないです。横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッパナのその香水のせいだよ。いつもありがとうございます。ようこそテリーへ。夢プレゼンター身長は高いですが講師は低いラーファーへのことだけうちのラーファール清人です。さて今日は一点お知らせから始めさせてください。 LINE スタンプ第5弾がリリースしました。ガシャこちらですね。洋服は縦のカラフルなストライプに大きなサングラスのこちらのキャラクターはどこかで見かけたことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。モデルにさせていただいたのはポップヴィランズのティガさんですね。ティガさんモデルにさせていただき本当にありがとうございます。ティガリオンの方たちにすごく喜んでいただき竹内ラファエル清人は幸せです。皆さん LINE スタンプサクサクポンポン楽しんでいただきありがとうございます。ラファエロの LINE スタンプシリーズはまだまだ続くのでこれからも何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もプレゼン前のウォーミングアップディズニークイズ D お互い挑む。1899年にオーナーが謎の失踪をした恐怖のホテルタワー・オブ・テラー。このアトラクションの旧ラインいくつかの庭園を進みますがゲストが実際に立ち入ることができない庭園は次のうちどれでしょうか。 A インドの庭園 B 太陽の庭園 C 瞑想の庭園。さてタワー・オブ・テラーの庭園シリーズなんですがこの3つのうち1つの庭園はゲストがどうしても入ることができない見ることができない幻の庭園と呼ばれています。幻の庭園とは一体どこの庭園でしょうか。正解は B の太陽の庭園でした。太陽の庭園がですね旧ラインでもアトラクションの本編でも見ることができないんですよ。なぜならホテルハイタワーインディアンタワーの屋上にあるためです。一体そこにはどんな庭園が広がっているのかゲストはイマジネーションもんもん働かせて想像することしかできずいつしか幻の庭園と呼ばれるようになりました。行ってみたいし見てみたいですね幻の庭園。アカウント名ドリー2さん素敵なクイズをありがとうございます。とても勉強になりました。そして今日のプレゼンがクイズに引き続きタワー・オブ・テラーですね。以前タワー・オブ・テラーとゲテモノ料理についてプレゼンしたんですが今回もタワー・オブ・テラーの食に関する物語です。恐怖のホテルはある缶詰工場とつながりがあったというお話を今夜プレゼンさせていただきます。それでは早速ホテル缶詰ダッフィーここは今からプレゼンです。いきましょう。マシュパンケーキ食べたい。どれだけ食べてもゼロカロリー。東京ディズニーシー史上最強と言われ今も人気を集め続けるアトラクションタワー・オブ・テラー。舞台となるホテルハイタワーにはオリンピックレストランというレストランがありここではゾッとするようなゴテゴテのゲテモノメニューが振る舞われます。どんなメニューかというとサゴヤシムシのアルデンテにウナギのゼリーコンポートサソリのコンソメスープにガラガラヘビの串焼きそして茹でたラクダの足にグリーンピースにシロアリの卵とその他もろもろ。コテッチャンネルさんに負けず劣らずのゲテモノメニューです。そんなホテルハイタワーの食に関するお話なんですがホテルハイタワーから同ホテルにあるギフトショップメモラビリアに向かう道中の廊下に壁の下に謎の木箱がずらっと並んでいます。その足元に置かれた木箱をよく見るとこんな文字が書かれていてグランドバンクスカナリーと。このグランドバンクスカナリーとは一体何なのか。まずこのグランドバンクスっていうのはカナダ東部にあるニューファンドランド島南東沖の浅瀬のことで世界的に有名な漁場です。そしてカーナリーの意味は缶詰。要約すると魚の缶詰でさっきのホテルハイタワーにあった木箱の中には魚の缶詰がびっしり詰められています。この缶詰の本体にもしっかりグランドバンクスと書かれていますね。ここからホテルハイタワーへ缶詰が納品されてるわけなんですが、一体この缶詰はどこで作られているんでしょうか。ディズニーシーで漁村といったらどこですか。古き良きアメリカの漁村、ケープコット。最近ではダッフィー村と呼ばれてますね。このケープコットでせっせと捕られた魚がグランドバンクスカーナリーで缶詰にガンガン加工されてホテルハイタワーへ納品されているというバックグラウンドストーリーです。このグランドバンクスカーナリーの缶詰工場はトランジットスチーマーラインの乗り場であると同時に、ダッフィーやシェリーメイトをグリーティングをするスポット、ビレッジグリーティングプレイスです。以前は旧ラインに缶詰工場らしく缶詰がゴロ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 転がっていたり、壁に社名と魚の絵がドーンと描かれていたりしたんですが、最近はすっかりダッフィー仕様となり施設は賑わっています。余談ですが、缶詰工場の入り口に掲げられている国際信号機、この並んでいる国際信号機をアルファベットに変換するとウェルカム、そしてフレンズとなります。さらには中の Q ラインの天井にもこちらの国際信号機が掲げられていて、これをアルファベットに直すと DUFFY、 ダッフィーになり隠れダッフィーがいるので、こちらもぜひ探してみてください。ダッフィーファンの皆さんにこちらは宿題です。まとめると、ケープコットで作られていたタラの缶詰はホテルハイタワーの食卓へと並び、その缶詰工場はダッフィーのグリーティングスポットであり、トランジットスチーマーラインの乗り場だという物語でした。せっかくなんでタワー・オブ・テラーをさらに深掘りさせていただくんですが、ホテルのオーナーであるハリソン・ハイタワー3世にはモデルが実在したことをご存知でしょうか。ハイタワー3世のモデルとなった方がこちら、ディズニー・イマジニアリングのジョー・ロードさんです。写真をご覧になって分かる通り、ハイタワー3世に似ているというよりかはそっくりそのままですね。このジョー・ロードさんなんですが、めちゃくちゃすごい方で、まずイマジニア歴が40年の大ベテラン。手がけた作品がフロリダのディズニー・アニマル・キングダムやカリフォルニアのガーディアン・オブ・ギャラクシー、さらにはハワイのアウラ・ディズニー・リゾートなど様々な作品をあまた手がけたそうです。すごいですね。そんなミスターイマジニアのジョー・ロードさんなんですが、今年の1月にディズニーを引退。ディズニーファンの方は非常に寂しがったんですが、これがただの引退ではなく夢に向かっての転職だったんですよ。イマジニアを極め、夢と魔法を形にしてきた男は次に何をするのか。なんと宇宙旅行企業バージン・ギャラクティックのエクスペリエンスアーキテクトに就任したそうです。もうカタカナばっかりでなんのこっちゃなんですが、まずバージン・ギャラクティックは世界初の民間宇宙旅行の実現を目指している会社。そしてエクスペリエンスアーキテクトは体験設計士、宇宙旅行の参加者たちの最高の体験を味わってもらうための演出や仕掛けを考案するアドバイザーだそうです。要はハイタワー3世のモデルとなった元イマジニアは地球を飛び出して現在宇宙船を作っているってこと夢が壮大で最高ですね。自分たちもジョー・ロードさんやハイタワー3世のように夢や目標は大きく壮大なものを描きましょう。プリンセス、それではごきげんよう。一つはっきりさせます。幸せになろうと望まなければ幸せになることはありえないです。悲しいことに不幸で満たされることのない人生を送るのは非常に簡単なんですが、幸せになるのはいつだって難しい。幸せになる、自分らしく生きるということは孤立し敵を生み、高い壁を乗り越えるのは本当に大変だから、だからこそ全力で掴みに行く。あなたにとって幸せとは何ですか？素敵な夢を。